忘れてた。町はこうだったよな。え、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類稀な戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ、誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。なあネオン、あんたがここへ来たのはいつだ？あれは10年前のような、昨日のような。と、大体以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか。一度お目にかかっているはずです。まあよい、4人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて？この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし4つのクリスタルに輝きを取り戻さん。この世界には4つのクリスタルがある。火、土、風、水の4つだ。そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は止み、海はよどんで、大地は腐った。民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる？全てのクリスタルが輝きを取り戻した時に、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。王よ、それはカオスはいないという意味だ。古来より伝わるカオスなる怪物の逸話、それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。しかし新たな希望が今ここに、こうしてしっかりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。今後のことは私から説明しよう。君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡り、プラボカへ行け。そして
監督官のソンヌ長官を訪ねる。頼んだぞ、光の戦士たちよ、我らの希望よ。ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？ああ、うん、それがいい。そして探検の旅が始まった、そして探求の旅が始まった、そして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受ける波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。その意味さえ知らずに4人が持つ4つのクリスタル、遥か昔その中には輝きが宿っていたという。旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。俺たち嫌われてる？城から来たんだろ。だったら父さんの仇だ。父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなくカオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって
親の敵を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。孫の長官はどこだ。長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる。向こうにある洞窟のその奥。町からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。だっ、っとしすだ。叩き、もう終わりか。いつもこうだといいんだけど。出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。さてと、外ろ。奴らの巣には気をつけよう。ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。そう。まあ今は気にしても、そのうち面倒になる。前を見て歩いた方がいい。よし、行くぞ。キューブがある。ここにあるんだ。覚えてこ。あれが海賊か。注意した方がいい。海賊に私たちの命を気にしない。魔物と同じだ。分かってくるなら蹴散らせばいい。引っ張ったかな。ごめん。これってさ、
うわっ、酒くせえ。この匂い、かなり危険な酒だぞ。天井の鍾乳石使えない？灰になれ！燃え尽きろ！やったね！大当たり！お前たちも気をつけろ！幻想的だ。海賊は不思議な場所にアジトを作るな。キューブを見つけた。調べておくか。あいつ強そう。手を抜かないでよ。猫の魔物、可愛げがないぞ。本当の猫ならよかったのに。気をつけて、様子が変わった。やっかい。あの攻撃をどうにかして止めたいが。また様子が変わった。来るぞ。体勢下がってるっぽい。こんな熱いかも。みんなは大丈夫？ジャックに降りかかる火の粉をもうちょいで倒せそう。まだだ、最後まで気を抜くな。鍵を飲み込んでいたのか。いくらお腹が空いてたって鍵なんか。行くぞ。いいものかな。よく見た方がいい。もらっておこう。
くやったな。次も頼むぞ。ビッケ船長。あの船の雰囲気、この辺のものって感じがしないな。海賊船だからじゃない？なるほど。ということは、ビッケ船長はあそこかな。これで行く。なんだよ、こっからじゃダメか。乗り場は別の場所らしい。って意外とビビり。動かされるのが苦手なだけだ。倒すぞ。こいつ水を味方につけたよ。キューブ見つけたよ。さてどうするかな。変更だ。さてと。宝箱か。手応えがなさすぎる。終わり。先に進もう。巣が張り巡らされてる。デカ口がいるか。ジャック、増援されないうちにやろう。
でかい噴出口をどうにかしないと。すぐにぶっ壊せばいい。警戒した方がいい。終われろ。こんな世界でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。やるか。ジャックがいれば負けないさ。こいつ敵を呼び出すぞ。さっさと壊せば大丈夫。障害はなくなったね。まだ先は長いぞ。あなたがビッケか。ビッケ船長だ。キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。ソンヌ長官に会うように大臣に言われてきたが、
今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おうよ、海賊が役人代わりとはなんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある？海賊の冗談はつまんなくても笑うもんだぜ。綺麗じゃねえか。へっ、やろうども健康だ。ドラえもんの船だぞ。はい、壊すな。そこだ。せい、外れろ。身を見せた。行け。なかなか手強いだ。エスターを呼んだな。さっさと片付けてやる。おお、なかなか重い攻撃だ。どいて。敵がいる。叩き潰すぞ。キューブ発見。休んでおこう。面白くない。
だ。襲うべき船も奪うべきお宝もねえ。海賊家業上がったりでクサクサしてたんだが、てめえらのおかげで気分がいい。クリスタルの在りかはアストスってやつが知っている。この船で連れてってやるよ。アストス知ってんのか。いや、何者だ。ダークエルフの王を自称している。ただのエルフじゃねえぞ。ダークエルフだ。どう違うの。エルフ千人の命を吸い取って永遠の命を手に入れたとか、カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか、伝説はいろいろだ。カオスと取引だと。まあ真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。え、